ほら、ここですね。おぉー。えぇ、まさ、マジ、もう15センチぐらい違うよ。マジで今、ダメなことやってると思ったね。これ今、すごくいい状態なんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。マナブさんが思ってるよりも、ヘッドスピードが速くなってるんです。打点がずれてるんです。飛ばすのに、私は筋トレどこどこしろっていうのはあんまり言わないんですけど、うん、絶対やった方がいいです。300で行きますかってさっき、ご質問いただいたんです。しました。はい、うん、確実に行きます。なんとなくこの間ラウンドした時にそのあたりはちょっと浦さんの中では掴んだ。いや、もう確定したんで。あ、なるほど、はい、なるほど。ただ300ヤードを出すっていうのは、他のことは捨てても大丈夫ですかっていうのがまず最初に。何をしてるかですけど、例えば女性とか。あ、いや、いいスイングすれば勝手にいいショットになると思ってる人に上手い人はいません。ああ、いいですね、いいですね。質問。はい。こういう調整するときって、はい、全力で振ってっていった方がいいんですか。ああ、いいですね。これ神回だと思いますんで、これぜひちょっと皆さんこれちゃんとよく保存してみてくださいね。あれ、俺。はい。あ、いいです。今こう構えてて、これぐらい手前叩いたんですね。はい。ってことはこんだけ分重心が右にずれてるってことなんですね。右足の蹴るタイミングが遅いっていうのがまず一つですね。あともう一つは、今ちょっと吹っ切れましたよね。ちょっと。そっか、もうじゃあ地面叩きゃいいんだよ。ビビらなくなりましたよね。はい。じゃあスピード速くなりますね。スピードが速くなると遠心力の量は増えますよね。その分車体は外に持っていかれちゃいますよね。はい。だから外だった。だから自分が思っているよりも早く振るときは前が叩く意識が必要です。なるほど。はい。ドライバー行かないでけど。行かない。300ヤードを目指さないといけない。はい。今日ドライバー持たせてもらえないで。でもですよ、これ分かってなくて300逆に行くと思いますかって話なんですよ。そうですよね。だこれも全部無視して、ただ思いっきり早く振る練習だけして300ヤード行けって言われて、こっちじゃむちゃくちゃ簡単なんで楽ですよ。うん。ただそれ現場でできるかっつったらできないです。うーん、300ヤードを1度2度打ったことがあるだけの人になります。いつでも打てる人ではなくないってことですよね。いやー、どうぞ。いやー、あー、OK です。あ、ダメだ。そしたらいいです、全然いいです。そのダメなのをダメだで終わらせちゃダメなんですよ。はい。今どこに当たったか分かりますか。外側の方ですか。手前の方です。違うな、はい、手前ですか。はい。前を叩くってなると前をやっちゃう。ああ、そういうことか。はい。なんでこっち側にずれちゃう。これも遠心力のずれです。一緒です。遠心力が速くなると外にもなるし地面にもなりましたね。はい。だ、今その外側の部分が足りなかったんで、思ってるよりも内側を振るような意識で打ってます。どうぞ。はい、 OK です。そんなまた手前で振りましたね。これをずっとやっていくのがゴルフの練習です。あれ、今どこか分かりますか。今前に叩いてますね。ここですですよね。はい。で、例えばですよ、今日1回でも言われました。あ、まだそれさすがにやりすぎです、こっちすぎますってありました。これが上手くならないタイプの人の一番特徴的なところなんで、よく覚えててください。反対ができないっていう。でダフったら次トップ、トップしたら次ダフり、右なら次は左、左なら次は右ってやらなきゃいけないのが微調整をやっちゃうんですよ。難しいって頭こなしで決めちゃってるから。いいですか。はい。ちょっとじゃあ素振りしてもらいますね。ここで構えてください。さっきはここ叩いてくれって言って、まなみさんずっとこの辺叩いてるんですよ。はい。じゃあここ叩いてください。はい。ここ。はい、今のでここですよ。ここです、ここですよ。今ちょうど構えてるここですよ。ほら、ここですね。おー。でしょ。まさ、マジ、もう15センチぐらい違うよ。マジで。本当に違う。本当にここです、当たってる。今ダメなことやってると思ってません。ちゃんと叩けてない自分ダメだと思ってません。これ今すごくいい状態なんですよ。え、そう
そうなんです。そうなんですよ。要は右足を蹴ってくれっていうのを僕さっきから一回で言いました。蹴れてるんです。右足がクリアされてるんです。下半身のエネルギーが上半身を伝って腕を伝ってクラブに綺麗に乗ってる状態なんですね。ってことはですよ、マナブさんが思ってるよりも綺麗なスイングができてるんです。ヘッドスピードが速くなってるんです。自分が80キロでカーブに今入ってると思ってるんだけども、はい、メーターをもう見てる限り、はい、実際は120キロ出ちゃってるとしたら、あー、なるほど、計算狂いますよね、はい、そうなんですよ。速いがゆえに遠心力に負けて打点がずれてるんです。どんだけここ叩けって言ってもずっとここじゃないですか、はい、こんだけ分速いんです。これだけ分ヘッドスピードが速くなってるんです、うんうん、これ今飛ぶようになってるんです。今まさに悪いことではないんです。そうです、すごくいいことなんです。こんなに速く振れちゃってるなんです。これをみんなね、ビビってね、ダメなことなんだってブレーキ踏んじゃうんです。ヘッドスピードが落ちたら、本当にここ叩けるようになっちゃうんですよ。危ない、ちょっと上手なおじさんの出来上がりです。なんで、スピードを落とさないように意識して、前を叩く癖を一緒にやりましょう。構えてください。全員最短でベストスコアいってもらいます。今すでに70代で回ってきたら、もう82度と打たないゴルフ。全員最短で70代。これちょっとね、DB でね、今毎週もうこれだけやっとけと、今週これだけやれっていうの毎週出してる。新規の人はこれだけやれみたいなのはまあまあ、進めたいんだけど、昔からやってる人たちが本気でやろうってなってるけど、どっからしたらいいか分かんないと思って黙って1週間くれる。ほんでそれやった先でスピンが打てるようになったり、あー、だって愛ちゃんがログちょっと打ててるから。すごい。一回素振りしますね、いいですか、はい、前叩くってこうですね、こうですね、で今度ここ叩きますよ、こうですね、もっと前、おー、ハイボール置いて、よいしょ、そうです、で前叩く、そうです、前を叩く、そうです、前を、はい、これで感覚を覚えます、はい、はい、打って打って打って、前を叩く、はい、打てる、もう一丁、もうちょっと前、はい、OK、もうちょっと前、はい、OK、そのまま構えて、もうちょっと前、ここ、ここ、そうそうそう、いいです、おー、もうちょっと前、はい、OK、かかと全然外出てないでしょ、いやー、なるほど、これもなってないでしょ。素晴らしいです。タッチが全然違うね。ワブーボールも一回下がってもらって素振りをしてもらいます。右足をちゃんと巡って振り切って、はい、もっと早く巡って、はい、 OK です。ボール打って、はい、 OK、 よいしょ、いいでしょ。マナブさんが変わったのにも驚いて、浦さんが片手でサポートしてる時の浦さんの右手の使い方、やっべえあれ難しいんですよ。ここで打つのは簡単なんでね、ここでこうやって打たないといけない、意味が変わってくるんですよ。もうさ、肘から前がさ、ポパイじゃんほうれん草くらくらなんだよいや、あの、飛ばすのに私は筋トレどこどこしろっていうのはあんまり言わないんですけど、肘から先、あと膝から先、ここは鍛えておいてください。絶対やった方がいいです。前腕とふくらはぎはめちゃくちゃ大事です。はい、あとは別に300円ぐらいだったら何とかなります。ベンチプレス100キロとかいらないです。60キロ上がったら十分です。ジム行ってるみたいでしょ。いいですね。僕は初動負荷だから今やってる。初動負荷めちゃめちゃいいです。ゴルフにめっちゃいいです。なので今本気で300を目指してやってます。わかりました。カメラ向こうだね。あっち見て喋りましょう。すいません、ほんと。もう More smooth More spin More easy Great use for all golf Aim design Desert Eagle Stun Golf。
これはだからそれだけ熱中しちゃうよ、ね、うん、最初に何ヤードですよとで今やって何ヤードになりましたよっていうのが、はいはいはい、多分 YouTube の撮れ高としては一番正しいと思うんですよ、うん、けど私はそういうの大嫌いなので、うん、本当に上手くなってもらえないと意味ないんですよ。多分今の内容を見てああ上手くなるなって思わなかった人は多分絶対いないと思います。大事なことなんだってあれ死ぬほど練習しろって言ったらもう簡単じゃないですか、うん、ダフったら前、ダフったら前、うん、右足をめくる、右足めくる、ダフったら前、それを各番で練習したらいいだけなんでそんな難しくないですよね。一人でもできる内容です、うん、なるほど。まずはレッスンというよりもゴルフってこういうもんですよっていう仕組みをちょっと覚えていただきたいなっていうので今回ちょっとレッスンさせていただきます。結構来てもらうことになると思いますので頑張って来てくださいね、はい、最初だけでいいですか、はい、あとはもうなんとなくでできますから、ね、じゃあ次回は五味さんのレッスンを、はい、はい、させていただきたいなと思いますので、はい、これでしっかり練習して、はい、ありがとうございます。頑張ってください、はい、と思います。3人全員ですね YouTube 個人個人やっておりますので概要欄の方にございますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。お願いします、今更ながらですがチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは来週五味さんのレース、はい、よろしくお願いします。張り切ってやっていきましょう。はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。それ言っていただけるだけじゃ10年前はお前スコア球数えなくていいぞって言われたぐらいだったんですけれども、今はですね、それとほとんど変わらないぐらいでございます。高速道路の制限速度ぐらいの感じで、最近はね120キロで走れるところもありますから、そのぐらいの感じだと思っていただければと思います。何やってんだお前なので、そんな私がですね、はい、エレベーター開けるところから来るわけね、うん、じゃあちょっと非協力的な感じで、まあ、協力的にする意味がわからない。浦さん、よろしくお願いします。お願いします。そして同時にちょっと非協力的ですよ。はい、マーさんもいます。実はちゃんと名前をちゃんと確認してください。カットリゴルフシューです。ね、え、僕なんて言ったら、カットビークって言ってました。カットビークゴルフ塾と早速間違っちゃいました。マナブさんを今年1年のうちに300ヤード飛ばさせることはできますか。できます僕も300ヤード飛ぶようにもできますか。できます。すごい。これね、はい、ゴルフやられてる方だったらびっくりすると思うんですけど、これ平気で